トゥーレーヌの旗アンジューとトゥーレーヌのコチズトゥーレーヌは、フランスのかつての州。州とはトゥール。1790年に再編され、アンイコールイコールロワール県、ロワールイコールイコールシェール県、アンドル県とに分割された。これら3州は現在サントルイコールバルド、ロワール地域県に属する。ロワール川が州内を横切り、シェール川、アンドル川、ビエンル川が合流する。トゥーレーヌは、 パリボン地の一部となっている。ブドウ栽培で名高い。トゥールパリ間を走る TGV が1時間程度で到着することから、トゥーレーヌ住民は首都へ仕事に行くが別の人生の価値を追求している。トゥーレーヌという名前は、トゥロネスと呼ばれていた、ケルト人の一部族にちなむ。1044年、トゥーレーヌの支配権は1154年にイングランド王家となる。 アンジュー家に与えられた。アンジュー家は、シノン城を要塞として建てた。1205年、フィリップ2世が再び、トゥーレーヌを獲得した。以後、トゥーレーヌは王家に従属する皇領となる。1249年、シノン城が、ジャンヌ・ダルクとシャルル王大使の面会の場となった。14世紀終わりから15世紀まで、トゥーレーヌは、歴代フランス王のこの鞭であった。トゥーレーヌは、 フランスの庭園と謳われ、中世後期からルネサンス期にはフランス王たちの隠れ家であった。薄暗く陰鬱な城は美しいルネサンス様式のトーへ生まれ変わった。現在、これらの城は非常に人気のある観光地である。香領は1584年に州となり、1790年には県に分割された。ありがとうございます。